HP が変わっちゃったんで変だなと思うんだよ。これレベル13の時の。こいつ800、800なんだよ。で、クーツは2000。シオラ、1600の1300。これってもしかしてね、難易度変えると、ここはまだね、俺、チュートリアルって設定で、まだイージーにしてたんだよね。ノーマル、セーバンドクイット。こうやって変わるかな？ B。これは当然変わらない。1500。あ、わかった。難易度でコンパニオンの HP が変わるんだ。なるほどね。で、エクストリームだと多分俺と同じぐらいになるのかもしれない。ちょっとやってみようかな。どうせ最後エクストリームにするんだよな。これか 一回やってみたんだけど、すんげえ大変。別垢で、最初のところからエクストリームでやる。死ぬ死ぬ。死ぬっていう。まだね、できないなって思った。多分ノーマルぐらいだ。なるほど。同じになる。あ、やっと上がった。同じだ。なるほどね。でもこいつ1300ワンチャン。なんで俺よりいいじゃね。ふざけんなよ。しょうがねえか。わかった。エンデュランス、ここで、アジリティは、レベル15で1個増えて、ちゃんと増えてくんだ。そういうのはちょっと待てば服着れるんだな。なるほどね。見方もわかった。コンパニアのことわかりましたよ。こんなん、やりませんよ、ロード。これ、ノーマル。そうか。やっとわかった。